どうもこんにちは。今日もですね、コメント返ししていきたいと思います。たくさんコメントいただいてありがとうございます。なんか声がおかしい。メイラックスの、動画にコメントいただいて、 Nちーさんっていうんですかね、こんばんは、初めてコメントしますって、ありがとうございます。メイラックスを急激減薬させられ、月に4錠にさせられたんですかね。月に4錠週に1回ということですかね。それはちょっと毎日飲んでたやつを週に4錠にされたんですかね。それではちょっとめちゃめちゃですね。で、めちゃめちゃ超絶不眠になり、不眠を引きずったまま水溶液減薬で仕切り直して3分の2までになりました。メイラックス半減期を5日間として、エクセルで、計算されてるんですね。昨日上げた動画で、60時間から300時間という開きがあったんですけど、それはなんかですね、昨日も言ってたように、その個人のなんか肝臓、肝臓で代謝されるんですけど、肝臓の代謝能力によってその開きがあるみたいなんですよね。なので、一人一人違うわけですよ。で、どれぐらいの半減期なのかっていうのは、もう本当に自分で試してみて、試行錯誤して、探っていくしかないんですよね。なんか昨日のコメントいただいた方だったら、2週間ぐらいでなんか症状が出てきた、しんどくなったっていう人は向いてたし、で、この N ちさんは、2ヶ月目に急に出てきたっていうんですよね。これが2ヶ月目とか1ヶ月目とか2ヶ月目で出てくるっていうのが、メイラックスの特徴的な出方やと思うんですけど、2週間で出てくるっていうのは結構早いと思うんですよね。でもそういう個人によって差があるので、一概にこうどれぐらいと言われなくて、だから最初は何も分からへんから、これから減薬、メイラックス減薬するっていう人は、1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でも最初はちょっと様子見てやっておかないと、最初のうちに来週いけるからって言って 20% とか 30% とか減らしてしまうと、もうね、結構寝たきりになるぐらいしんどくなると思うんで、これからやる人は気をつけてほしいなと思いますね。で、そうですね、N ちさんの場合も探っていくしかないですよね。で、今も不眠はもとよりめまい、耳鳴り、不安感、目やまぶたの異常など、眼形痙攣ですかね、許容範囲ではあるものの、また2ヶ月前のように2ヶ月その不眠とかめまいとか耳鳴り、不安感、目の異常などって書いてあるけども、許容範囲であるって書いてあるけども、ほんまに許容範囲なんでしょうかね。今の時点で8ヶ月経って、で、3分の2にしたわけですよね。で、そのペースは、ゆっくりなペースでいいんじゃないかなと思うんですけど、そのペースで今後弾薬まで持っていくとしても、今後あと3分の2残ってるわけやから、3分の2までにっていうことは3分の1減らしたということなんでしょうかね。あと3分の2残ってるとしたら、あと2、8、16ヶ月、1年ちょっと残ってるっていうことなので、かかるということなので、その1年ちょっとの間、不眠とかめまいとか耳鳴り、不安感、目の異常とかを、耐えられる範囲なんでしょうかね、1年ちょっとっていうのは。僕はね、どうかな、ちょっとまだ減らしすぎというか、ちょっとね、ステイ期間をちょっと取った方がいいん違うかなと思うんですよね。その
僕の個人的な考えなんですけど、ベンゾジアゼピンの減薬というのは、その離脱症状に苦しみながら減らしていくもんではなくて、通常の、僕もそんなにめっちゃ元気というわけではないけど、普通の生活できるレベルを保ちながら減らしていくもんやと僕は思ってるんですよ、個人的にね。その離脱症状に耐えながら1年とか2年とか過ごすってすごい苦しいことじゃないですか。だからね、僕、今減薬して、もうすぐね、この10月の15日で3年目、丸3年になるんですけど、最初はもうしんどかった、ちょっと無理とかしてたからしんどかったですけど、最後のね、直近の1年とかは、本当に離脱症状らしい離脱症状も出てなくて、で、そんで、ずっと普通に生活しながら減らしていくっていう感じなんで、僕が、Facebook とかで知り合った方も、仕事しながら、普通にフルタイムで働きながら減らしてるっていう人もいてたし、そういう、たまにね、たまにその離脱症状が出てくるんですけど、それでも、普通の生活、そんなに離脱症状に苦しんでるっていう思いがないようなレベルで少しずつ減らしていった方が、なんていうのかな、心が折れないっていうか、やっぱり、不眠とか、不眠とかね、めまいとか耳鳴りとか、目の不安感とか目の異常とかっていうのがずっとこれから先1年半、2年ぐらい続いたとしたら、やっぱりもうそれだけでもなんかちょっと鬱っぽくなってしまうと思うし、そのね、不安感っていうのも出てくると思うし、だからもうちょっとその楽に減らせるように、もうステイ期間取って、もうちょっとその離脱症状が収まってから、離脱症状が出ないレベルで落としていったらどうかなと思うんですけどもね。でも人それぞれ考え方があるので、ちょっとしんどかったでも我慢して早く、ちょっとでも早く減らしたいという人もいているけども、僕は個人的にはね、なかなかやっぱり1年とか2年とかのスパンで、離脱症状がずっとその間続くと、もうそれだけでなんかもう鬱っぽくなって、ちょっと心が折れてしまうので、考え方もこうね、なんていうのかな、悪い方へ悪い方へ行ってしまうので、なるべく、体調をキープしたまま、そこそこ、仕事もして、ちょっと、僕なんかだったら、ジム行ったり、プール行ったりして、たまにバイク乗ったりして趣味ですね。趣味も、楽しめるぐらいのレベルで、減らしていくのがいいん違うかなと思うんですけどね。量が減るにつれてもっとするようにしないといけないかな。そうですね。減らす、量が減ってくるにつれて減らしにくくなると言われているので、最後の減薬の段、もう弾薬の段階になって、の直前とかあったら、ほんまに一気にえいっていくんじゃなくて、より慎重にいった方がいいっていうふうに僕は経験者の方からは聞いてますけどね。僕自身はまだ弾薬まで行ってないのであれですけど、むしろ離脱症状が少なくなり減薬しやすくなったというブログに励まされたりっていう、そうですね。僕もね、減ってきて、サイレースなんで、睡眠薬なんですけど、ベンゾ系のね。で、そうす、今70%まで減ってきてるんですけど、70%オフになってるんですね。で、実際飲んでるのは20何%なんですけど、だいぶなんか楽になったっていうか、頭がすっきりしてきたっていうか、そんな気もしますし、あと、睡眠の質がなんか良くなって、なんか自然な眠りになってきたかなって思いますね。なので、減らしてきて、減らすと同時にその離脱症状も減ってくるっていうのは、僕もなんか感じてるところはあるんですけど、でもね、僕はいつも参考にしてる、アシュトンマニュアルっていうのがあるんですけど、読まれたことあるかもしれないですけど、アシュトンマニュアルには、薬が減ったからといって離脱症状が減るものではないって書いてあるんですよね。で、こう、
薬の減る量に比例して自殺症状が減るとかそういうもんではなくて、自殺症状というのは、収まったりまた急に出てきたりっていうのを繰り返していくもんやっていうふうに書いてあるんですね。で、弾薬して、完全に弾薬してからも1年間ぐらいはそういう離脱症状がパッて顔を出す時があったり、また調子がいい時があったりっていう、そういうこう、なんていうのか、ランダムにこう出てくるもので、そういうもんやとすると、なんか非常に厄介ですよね。もうなんかその減らしても出てくるっていうのはね。でもまあ僕のその今までの自分自身の経験から言うと、やっぱり減ってきて体調が良くなってるような気がしますけどね。だからその辺はだから、やっぱりその足のマニュアル絶対ではなくて、やっぱり自分の体験したものの方が、まあ、僕自身は信用できるので、そこのところは自分の感覚を信じようかなと思うんですけどもね。でもまあ僕がそうやからって言うと、他の人もそうかなって言うと、それまた違うと思うし、それはね、だからもう人それぞれなんで、まあ一応ね、僕の経験としては、薬が減ってくると、まあ、離脱症状も減ってきたような気がします。体調もなんかよくなってきたような気がしますよ。そうですね、結局は自分で、模索するしかない、孤独な辛い道のりも、そうですね。まあね、でもね、ベンゾの場合は、自分のペースさえ掴んでしもたら、もうそのペースで、まあ、長く時間をかければ、そんなに孤独で辛い、まあ辛いけど、そんなにめちゃめちゃ辛いっていうか、もう仕方がない。僕も3年目ですからね。もう3年目で、サイレース、来年の春ぐらい抜けたらいいかな。で、それからまたリボトリールが始まるんで、そこからまた3年か4年かかるから、もう完全に抜けて、今僕52歳なんですけど、完全に抜けて、完全になんか健康になるのって、もう60ぐらいになるんかな。還暦ぐらいにならんと、完全に元気になられへんのかなっていう気もしますけどね。んで、ねえ、もうそういう年も年やから、途中でがんとかね、そういうなんか病気に、大病にかかるかもしれへんし、そこまでね、60まで生きられへんっていう可能性もあるわけじゃないですか。どうなんかなと思うけど、でもまあなるようにしかならんかと思って。だから前ずっと以前の動画でも話したんですけど、やっぱりね、その原薬の期間中も、やっぱり1年とか2年とか、こうちょすごい長期になるので、でその期間もやっぱり自分の貴重な人生の時間やと思うので、だからそんなに苦しむようなペースではなくて、そこそこなんか自分の人生生きられるような状態で減らしていくのがいいんちゃうかなというふうに僕は思うんですけどね。まあそうですね。まあ実際にね、こう減薬してるもん同士しか分からへんことっていうのあるのでね、やっぱ医者さんとかね、まあ好きなことをね、 YouTube でも言うてはる人いてるけどね、やっぱり飲んでるもんしか分からへんやろって思うんですよね。そんなね、これぐらい減らすとかね、その精神科医のお医者さんが YouTube で言うてはるけど、じゃああんた飲んでんのかって言ったら、飲んでないでしょっていうね。その何年も、僕はもう20年以上飲んでるんやけど、ね、医学的な知識は何も分からへんけど、20年飲んでるっていう経験はもうあるので、それはもう医者よりも上なので、医者なんぼ、どんだけ難しい勉強してる医者かもしれへんけど、実際にそんな5年も10年も飲んでる医者なんていたない、いてないじゃないですか。だから僕は自分の考えの方を信じますけどね、その原薬に関してはね。そうですね、自分で楽に抜ける、まあ、ペース掴んでいただけたらなと思うんですけどね。まあ、コメントをいただいてありがとうございます。あとは、ルンルンさん、原薬焦らず頑張ります。他にも何種類か薬を飲んでいるので、まあ、頑張りますみたいな感じですね。
ルンルンさんは、サインバルタとか飲んでたんかな、サインバルタとか飲んでらっしゃったんかな。あの SSRI なんですけど、 SSRI とかはいじらん方がいいと思うんですけどね。ベンゾと減薬するときはもう1種類だけにした方がいいですよ。最悪なのはベンゾと SSR 両方減らすっていうのは僕も過去にやってるんですけど、それも最悪ですね。もう体調めっちゃ悪くなるし、めっちゃ悪くなってどっちが原因なのかっていうのは分からないんですよ。分からなくなるんで、まあ、どっちも原因なんですけど、相互作用があるんでね、SSRI とベンゾは絶対一緒に減らしたらあかんなというふうに僕は思いますけどね。まあ、ルンルンさんも頑張ってくださいね。まあ、焦らずね、まあ、最初、まあ、誰でも焦るんですけど、まあ、ついついね、早いペースで減らそうとしてしまうんですけど、まあ、それは僕も やってきたことなので、で、減らしすぎて、しんどい思いして、ああ、あかんな、これだったら続かへんなと思って、まあ、自分のペース見つけていくもんやと思うんで、なかなかね、人からこう言われて、ゆっくりすぎるペースをね、なかなか最初から受け入れるっていうことはできないと思うので、はい、そんな感じですかね。はい、あとはどうやったんかな。あ、それぐらいやったんかな。あ、うさぎさん、うさぎさん、初コメです。私はロラゼパンも1日3回 50ml でやってます。ロラゼパムって言ったらワイパックスのことですかね。もうすでに水溶液減薬されてるんですね。100均の詰め替え容器は漏れるので、無印良品の詰め替え容器に入れて出かけるときはジップロックに入れて出かけてます。100均の容器はあかんのかな、やっぱりな。無印良品最近行ってないな。無印良品の詰め替え容器は結構いいのかな、やっぱ値段的にもちょっと高いですもんね。それでジップロックに入れといたらもう完璧ですよね。攪拌はシリンジですって出すを繰り返して攪拌してます。僕ね、シリンジでやったことないんですよね。でも他の人の動画見てたら、こううまいことこう注射器でこうやってるうちにこうパーって攪拌してますよね。なるほどね。なんかシリンジでも、なんか先になんかこうちょっと、なんていうのかな、注射器があって、先にこう針っていうか、針よりもっと長いこうチューブっていうか、なんかこうパイプがついてるようなやつがあったら便利、いいのになと思って、なんかそんなやつアマゾンでちょっと見てたんですけどね。サイレースも減薬しなきゃならないので、お金かかるけど CBD オイル試してみます。ああ、サイレースね、僕と一緒ですね。あ、ほんだらロラゼパンも今減薬されているので、あ、そうか、そっちの方を先、抗不安薬の方を先に、減らしていらっしゃるんですね。まあ、ワイパックスを抜けられたら、サイレースは結構楽なんじゃないのかなと思う。楽でもないけど、CBD オイルっていうのはどういうもんか僕知らんかって、で、昨日ちょっとググってみたんですけど、なんか、大麻草のなんかから抽出しているオイルみたいですね、なんかね。なんかほんで値段めっちゃ高いんで、みんな、試した方いますかって書いてるけど、なかなか試せる人おらへんのちゃうかなと思うけどね。なんかこれぐらいの瓶でなんか、2万円とか3万円とかしてたもんね、なんか。やっぱりなんで高いんかっていうのも書いてあって、やっぱりその税関でなかなかうまいこと通らへん時とかあるらしくて、それでまあなんか高いらしいですね。一応なんかそのやっぱり大麻草から抽出してるから、
合法的なやつやねんけど、その辺がちょっと難しいみたいですね。なんか昔はなんかアマゾンでも売ってたんやけど、ある時期からこう一掃されたみたいなんですね。アマゾンで売ってないいうことはちょっとこの法律的に微妙な部分もあるんかなと思うけどね。なんかでも医療大麻とかいろいろ言うというか、僕その辺詳しくないんやけど、どうなんかな。やっぱり大麻ってそのリラックス医療用にもまあ使われてるからね、なんかそういうええ部分っていうのもあるんかな。でも日本はもうとにかく規制しようっていう方向性やからね。だからこういうオイル買って多分外国で買ったらもっと安いんやろうなと思ったりもしますけどね。なんかまあ試してみてめっちゃ良かったとかいうのがあればまた聞かせてくださいね。まあでも聞かせてもでも僕買われへんかな。名前もするもんな。なかなかサプリもね、高い、そんな何枚もするサプリはちょっと無理やな、さすがに。ねえ。そんなもんかな。あと、ボンクラさん。やっぱ 40% にしました。ああ、これはもうレスしたんか。ボンクラさんやっぱり 40% に交代、勇気ある撤退やね。そうやね。まあね、そのワイパックスとかハルシオンとか飲んでるんですよね、やっぱりね、減らしすぎて。でそれやったらローヒプノール、リボドリールか、リボドリールちょっと戻した方がいいんちゃうかなと僕は思うんですけどね。でもまあね、気持ちはわかりますよ。一旦減らしたもんを戻したくないっていうのはね。僕もこの夏何やったっけ、なんか減らしてましたね。何減らしてたんやったっけ。あ、レスリンを減らしてて、よっぽどねしんどかって、よっぽど戻そうかな思ってんけど、せっかくね2ヶ月かそれぐらいかかって減らしたのに戻したくないなと思って。それでもももう戻さなあかんかなぐらいしんどかったけど、それのギリギリの時に、ギリギリのタイミングでクッて抜けて、抜けれたんですよね。まあでもちょっとしんどかったな、今年の夏は。ほんまにね、5月ぐらいから減らしだしたんかな。5、6ぐらいで減らしてきて、でもう7、8めっちゃなんか夏暑かって体調悪なってみたいな感じでしたね。こんなレスリンいじらんかったら全然大丈夫やったのにね。まあまあそれも勉強かなと思って、もうだからレスリンとかいじらんとこかなと思うんですけどね。まあコメントいただいたらそんな感じかな。なかなかね、僕はパソコンこうタッチタイプができないんで、文章で入力するのすごい時間かかるんですよね。でしかもちょっと平日はなかなかね時間取れへん時もあって、返信できないんで、まあなんかこんな動画あったら早いかなと思ってね、喋って、そんな感じで、まあまあそうですね。まあね、役に立つ動画やとか言っていただいたらね、ほんまになんか動画やっててよかったなとかと思いますけどね。まあ僕自身はそんなに弁当のことをいろいろ知ってるわけでもなくて、Facebook のグループに以前所属してて、でその時にまあいろんな方から頭のいい方からいろいろ教えられて、でそのことをまあ他の人にも伝えたいなと思って、まあいろんなことを教えてもらって自分が助かったと思ってるから、だからまあ自分もまあちょっと気分的に今安定してるんで、まあ他の人をね、まだ知らない人にまたね教えてもらったことを伝えられたらいいかなと思ってるんですけどね。やっぱ知らんかったら僕ももう今どうなってたか分からへんと思うんですよ。やっぱり
何も知らんかったからね、ベンゾジアゼピンがどういうもんかいうことも知らんかったし、それ一から教えてもらったんですよ。で、まあ、今はね、その、あの Facebook のグループに所属はしてないんですけど、今はね、いろいろ事情があって。でもまあ、あのすごいね、助けてもらったなと思って、感謝してるし、うん、よかったなと思ってます。はい。まあまあね、あの、またあの、なんか、こんな風に考えてんねんけど、どう思いますかとかいうのがあれば、あのコメント欄に書いていただいたら、まあ、僕もねそんなに詳しく知ってるわけではないけど、まあまあ、まあ、僕だったら自分だったらどう思うかということぐらいしか言えないんですけどね、まあ、そういうことは言っていけるので、またあのよろしくお願いします。今日も動画見ていただいてどうもありがとうございます。